大山菊子10月21日隊は国際空手道連盟大山マスタツ極神会館の代表理事。別名大山ヨシコクリスティーナ、クリスティーナ大さん東京都豊島区出身。父は極神会館の創始者大山マスタツ。伝説の空手や大山マスタツの提唱者、そして極神空手の創始者の三女として生まれ、 幼い頃から日本と海外で教育を受ける。中学からシンガポールニューヨーク東海外で生活。過激な行動で知られる動物の倫理的扱いを求める人々の会などの活動に積極的に参加。サラ・ローレンス大学に在学時にはクリミナルサイコロジーとハーボロジーを専攻。1994年に父・大山マスタツ高江後に帰国。遺族の会見には母。 千夜子、長女、一年後、極新会館の分裂騒動が進み、1995年4月7日に遺言書は無効と、家庭裁判所の審判が下ると、恵ぐみきとともにマス立つの皇帝である、山崎寺社さえ財団法人、極新小学会理事長の就任を要請した。山崎から提帳に辞退されるものの、 もともと、マスターツ存命の頃からマスターツの家族と、山崎は親密で、信頼関係があるので、この後も、山崎は、遺族の貢献をしていき、マスターツの命日が近づくと、五国寺へ聞く子と共に墓参りを続けている。大山マスターツが設立した、極真会館本部道場から松井正敬派が、退去した後、母、千夜子と、大山マスターツ記念館を設立。 大山マスタツが築いた極真空手を守るという姿勢で活動するほか、大山マスタツの肖像権を確保し、分裂した各派による無断使用を禁じている。極真会館との共同プロジェクト MOC ユニティファンズの代表として、両親の意思に基づいたチャリティーボランティアのため、国内外で精力的な活動を展開している。また、ヨガアライアンスのインストラクターとして、 海外のヨガ雑誌の編集もしている。作家、家高康彦は、著書、実録、極真対乱、大山マスタツの死と、全国各派の真実の中で、実質、大山マスタツを守っているのは菊子だけになったと、述べている。映画、地上最強の空手を撮影した、映画監督、後藤秀次が制作した、DVD、伝承マス、大戦極真空手の中で、 菊子は総本部代表としてインタビューに答えている。海外生活が長いため自分の考えを日本語で伝えることが苦手という菊子は英語で極真に対する思いを語った。ありがとうございます。